さまこんにちは。政治エンターテインメントニュースに関するチャンネルでございます。これから本日のトップニュースをご覧ください。日刊スポーツ写真拡大ダウンタウンの松本人志56が新型コロナウイルスの感染拡大に伴い日本経済が悪化する中寄付しろの声に反論した。松本ツイッターを更新、ちょいちょい寄付しろって言ってくる人がいますと書き出し、一度だけささっとニュースになってないからって寄付してないって決めつけないでほしい。早口とした。松本のツイートにファンからは、寄付しろっていうのがおかしい。そもそもめっちゃ納税しとるし、無言の男前。などといったコメントが寄せられた。松本人志をもっと詳しく。